はい。皆様こんにちは。りょうです。いや、アップデート来ておりましたね。ということで、えー、早速ね、えー、火の雨についてちょっと特集をさせていただいたわけなんですが、まあ、 全然使えないクラスのね、えぇ、ー、祈祷だったのが、まあぼちぼち頑張ったら使えるんじゃないっていうぐらいのスペックに、えー、個人的にはなったのかなっていうふうに思っていて、だいたいね、そういう水準にいろいろね、落ち着いてくれるといいなって思っているところではあるんですが、まあ一部ね、えー、ぶっ壊れと騒がれておりました、あの、トゲはい。あのトゲがね、えー、大幅な加工修正を受けたり、まあ日の雨のようにね、全く使えなかったやつが、まあ、ちょっと使えるようになったりとね、バランスの方の調整が、え進んできているのかなっていうふうに 思うんですが。 えー、各位私、あの、以前動画でもちょっとお話しさせてもらってたんだけど、もういろんなデータを進めていく作業に今ずっと追われてまして、まあ、その回もあってか、えー、っと、アイテムの配置、えー、NPC チャート、あとはま、ボスの細かな立ち回り、みたいなのも、えー、結構煮詰まってきたというか、まあ、ベースはね、整ってきたかなっていうところぐらいまでは来たんですが、まあ、いよいよ、というかそろそろ、さすがにね、えー、死んじゃるの武器なんかの取り扱いもね、えー、しっかりとやって、 やっていいきたいというか、研究していきたいなっていうふうに思っていて、まあ、その第一弾として、今日はこちら。まあ、そうだね。タチです。はい。というわけで、今回はね、タチを使った、えっ、ー、と、ビルドと、タチと組み合わせ付にね、相性がいいと思われる戦技について、 えー、私なりに考察を深めてまいりましたので、そちらのね、えー、お話をまずやっていきたいなっていう風に思うんですが、タチってさ、いわゆる大型クラスの武器、ジャンルになるんだよね。えー、大野とか大剣とか、そっち系統のカテゴリーの、えー、っと、武器になってるわけなんだけど、状態上の浮遊率が大体そういうクラスになっていて、R1 の振りのモーションはざっくりこんな感じのモーションになってる。結構遅めなんだよね。で、R2 の最大ためが、まあ、こういう感じになってて、ちなみにま、あ余談なんだけど、タチに関しては、R2 をしながら バックステップのボタンだね、えー、を押してもらうと、ちょっとなんかこう、切り下がるみたいな、こういうモーションがね、えー、ついております。レイピアにあるようなやつになるんだけれども、ま、あそれはひとまず置いといて、この大冗談っていう戦技、ま、あ先日ね、えー、修正が加わって、えっ、ー、と、威力と体幹削りがね、ちょっと強くなったっていう話があったんだけれども、DLC のボスだったりだとか、ひるまない相手に対しての大冗談って、はっきり言って強みがゼロなんよ。 ゼロじゃあ、大冗談はじゃあ弱い戦技なんかっていう話になった時に、例えば、ケッキとか、まあ、今ね、えー、意味の地下にいるんだけど、こういう相手に、えー、叩き込むんであれば、非常に強いです。あの、出血の加算量も、神秘とか、まあ、地派生みたいなビルドをね、採用しといてもらえば、 えー、ぼちぼちの数値にはなってくるんだけれども、昼みが取れる相手だからこその強みっていうのが個人的な印象なんだよね。昼みが取れない相手に、この長ったらしいモーション、かつ、えー、スタミナ消費の大きいこの戦技を、ポン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 使えるかっていうと、まあ難しいよね。 特に DLC のボスなんて隙が少ないからさ、イミゴとかケッキーみたいな相手であればいいんだけど、えー、ちょっと強いね。ま、あ、角の戦士とか、えー、っと、身長かな。えー、あとは神獣獅子舞の古文みたいなやつら。ああいう系統を戦うときに、やっぱりどうやって戦ったらいいのかっていうのが、いまいちこうピンとこなかった。 だね私が使ってた時の印象としてでじゃあ大上段の R2 じゃなくて R1 単発ぶりの方こっちの方ねえこれだったらじゃあ戦えるのかって話になった時にちょっとこれ見といてほしいんだけど一応これ関数世界かなポンポン出血は取れるはいはいはい うん。ダウンは取れないんだよね。FP 消費が8で、えー、今のね、私の神秘70の特化キャラクターが、えー、っと、繰り出す一発がだいたい1200、集結バフが乗って、まあ、1500ぐらいだね。こういうタリスマンの構成で、やったとしてそれぐらいなんだけど、こんなのって、多分だけど、爪のタリスマン入れたジャンプ R2、あとは通常攻撃のね、えー、火力が上がるあっちにした方がいいかもしれないな。 これ、両手剣のタリスマン。こんなんにして、多分ジャンプ R2 とか撃ってる方が絶対強いんだ。ほら、1600出るじゃんか。ってことは、これを戦技として、えー、使う理由がほぼないなっていうのが今のでなんとなく伝わった。つまり、何が言いたいかっていうと、もう一切オブラートに包まずに言うんであれば、連撃特化で使える、こういう大丈夫のね、えー、R2 の方。 こういう系統の戦技っていうのは、それが連続好きであろうが、えー、回れ回れであろうが、まあ、なでもいいんだけど、そういう攻撃が差し込める相手であれば、正直、どの戦術でも刺さるから、そんなに深く考える必要ないんだけど、DLC の強いやつらをみんな想像して考えて、これ使えるかい 使えないよね。今私がやったみたいに、ジャンプ R2 の両手持ち特化にした方が明らかにダメージ強いじゃん。FP 消費もなくて。で、考えていくと、体幹削りもジャンプ R2 の方が強いんだってなってきたら、こいつはもう戦技で戦う必要性がないんじゃないか っていう風に、私も考えちゃってたんだけど、考えちゃってたんだけど、ちゃんと見つけた、ちゃんと見つけた。まあもちろん、えっと、一般的にはね、貫通好きとかガツキとかさ、そういうリーチを活かした、かつ体幹削りのね、優秀な戦技っていうのがもちろんあるんだけど、正直、それはどの武器で使ったって、私的には一緒かなって感じなんだけど、 一個だけ、この武器とめちゃんこ相性がいいなって、私が思っている要素の戦技がございましたので、えー、ようやくね、それを皆さんにお披露目したいなというふうに思うんですが、それがこちら。これや。これ。嵐の刃です。おいおい主よ。 お前、嵐の刃、アンチちゃうんかいって昔から見てる人、多分思った人いると思うんだけど、うん全然そんなことない。嵐の刃っていうのは、良くも悪くも、使い勝手の良い,い、すごく便利な戦技ではあるんだけど、再筆頭候補の戦技では正直言うとないです。使い勝手の良さとか、こういう時にちょっと攻撃入れれていいよね、とか、遠くの敵をびき出すのにすごい使えるよね、とか、 使いやすさの方が重視されてて、威力そのものが死ぬほど高い戦技でははっきり言うとないじゃんか。はっきり言うとない。わけなんだけど、DLC が実装されたことによって、嵐の刃って相対的に価値が高くなってるっていうふうに私は思ってるんだよね。いくつかの要素で。で、その一つが、まず戦闘のスタイル。 相手がひるまないし、敵の攻撃ターンがすごく長い。中距離を維持して戦うような相手が増えたからこそ、牽制としての嵐の刃っていうのが、単純に理にかなってるっていうところがまず一つ。もう一つが、神獣獅子姉の存在なんだよね。神獣獅子姉の頭って、嵐を強化する効果がついてるし、神獣獅子姉のなんか古文みたいな強いね、神獣騎士みたいなやついるじゃんか。あいつの頭装備にも同じ効果がついて、嵐を、えー、強化してくれる。つまり、嵐の刃のダメージを上げてくれるっていうものがついてるし、 新獣士姉妹の追憶、ちょっとこのキャラクターまだ持ってないんだけど、新、えっと、獣士姉妹の追憶を、えー、交換することによって、嵐の威力を上げてくれるタリスマンっていうものも実装されているっていうのも、えー、大きな要因としてあるんだよね。つまり、嵐の刃を、えー、運営としては、あの、積極的に、ね、使ってくれてもいいんだよっていう、そういうメッセージかなっていうふうに私は思ってるんだけど、 もう一つ、これが一番大きな要素なんだけど、嵐の刃のいいところを一切殺さずに乗せられる武器の存在っていうものが、え、DLC が出るまでは私は一本しかなかったかなっていうふうに個人的にね思ってて、で、何でもかんでも地派性が最強になる高レベ隊のキャラクターのイメージでちょっとこの話聞かないでね。あの、高レベ隊は地派性を選べば、え、DPS はとにかく何人を選んでも最強になるっていうのが、もう皆さん、 当然ね、分かってる話だと思うんだけど、そうじゃなくて、100レベルとか120、150レベルみたいな昔ね、えー、オンラインでよく流行っていたようなレベル帯でビルドを組むと仮定した時に、地派性と神秘派性っていうのは、えっ、ー、と、出血を狙っていく戦術として見た場合に、どっちの方が強いのかっていうと、えー、神秘の方が基礎物理の火力が高くなるパターンが多くなるよっていうのを、私過去動画で紹介しているんだけれども、地派性が強いパターンって、 と、えっ、ー、と、神秘が強いパターンっていうのは二つ分かれるんだよね。レベル体によって違うというか、ビルドのね、えー、振り分け方によって違うみたいなところなんだけど、大体いい生命とか精神とか持久力とか、ある程度バランスをね、整えて組むんであれば、まあ、神秘の方が、えー、レベル体的に安定した火力が出しやすいっていうのが、えー、魅力としてあります。前提としてありますよっていうのが前提の上での話なんだけど、今まで嵐の刃を使ってメリットがあるなって思った武器って、私、体験の のフランベルジュしかないと思ってるの。フランベ。フランベに関しては、体験の、ま、あ比較的ね、えっ、ー、と、モサっとしたモーションに対して、出血がもともとついてるから、通常の R1 使うよりも、戦技、嵐の刃をつけて、フランベを使うっていうやり方は、全然理にかなってるなーっていうふうに思ってたんだけど、それ以上に相性がいいのが、この太刀だと思う。なんで相性がいいのかっていうと、この R1 の振りの遅さなんよ。 あめっちゃ遅いじゃんか。これ、嵐の刃使うと、若干こっちの方が早いのわかる嵐の刃の方が若干早いんよ。ほんで見て、このリーチの長さ。めちゃくちゃリーチ長いから、割と等身時間当ても狙える。で、 フランベと同様、状態異上のね、えー、蓄積量っていうのが、当然神秘特化のキャラクターで運用すれば、えー、出血の状態以上の加算量、一発106っていう風に数値的にもね、えー、大きな数値が期待できるっていうところがあるんだけど、おいおい主よと。え、じゃあなんで内刀じゃダメなんって思う人多分いると思うんだけど、内刀の場合はさ、普通に R1 の振りの速さがこれないよ。で、嵐のエヴァはわかる 2発打つ間に3発ぐらい R1 切り込めるんだってことは出血の状態以上の蓄積の観点で見たら通常の R1 の方が出血の加算量は大きくなるよねプラスアルファソロ攻略最強格と言ってもいい居合がいる時点で内型なプラス嵐の刃が内型なプラス居合に勝てる要素っていうのは ごめんね。好きな人いるかもしれないんだけど、正直言うとない。対人とかは別だよ。うん。まあでも対人でも正直嫌いの方が強いと思うんだよね。俺的には。で、嵐の刃っていうのはどっちかっていうと、サブで仕込んどけばいいもんっていうイメージなんだよ。通常の攻略においても対人においても、探検とかさ、えー、こういう系統のものに仕込んどくみたいな感じ。違う武器に仕込んどいて、やっぱ、それ固有の強い戦術っていうものは、そのまま使った方が強いパターンの方が圧倒的に多いです。その、バリエーションという 飽きたかからここれれ使おううとととってていいのののはまま別話話ねあのあくくででで理論知的なところの話で、えー、考えていくんであればやっぱ、内刀っていうものを、もろもろ考慮して考えると、内刀と嵐の刃がね、最強の組み合わせですっていうことには、俺はならないと思う。やっぱ、内刀使うんだったら、居合いが最強じゃないっていうふうになるのと、同じような感じで考えていくと、俺は、タチを使うんだったら、嵐の刃が最強じゃないかなっていうふうに思っているっていう、そういうお話、 なんだけれども、もう、百分は一見にしかずよな。はい。最後、ノンバフで、えっ、ー、と、タリスマンのみで、真珠師姉妹の簡素世界、討伐をして終わってみたいと思います。それを見たら、あ、納得って多分みんななると思うから、それを見て、お開きにしよう、この動画。 はい。というわけで、装備構成、こんな感じ。しのくんし、ほうと青いおとりコアレキサンダー。嵐のね、効果が上がるタリスマンとか、頭装備とかね、えー、興味のある人はつけてみてください。今回は、霊薬もなしでいきます。えー、カゴは13の感想世界。レッツゴー。さあ、バフなしでどんなもんじゃいっていうのをね、えー、ぜひ皆さん、あのー、見ていって、びっくりすると思うから。まあ、カゴがね、13ぐらい集まってくると、ししまあたりめちゃくちゃ柔らかいんだなっていうふうに思う。 だけど、そういうもんなんかななんか、DLC は DLC で周回しないと強くならないんじゃないか説みたいなの唱えてる人も一部いたりするんだけど、まあ、そんなことはさすがにないとは思うんだけどね。ああ、スタミナがやばい。危ない。飛ぶ飛ばない。じゃあ、強化モーションをちょっと待っていい強化モーションじゃないな。あのー、空中浮遊ちょっと待っていいあれが来たら、大打撃をこいつに与えることができるんだ。 やってやってややってやってて前ロリーうーんはいこれこれこれいくよーはいサイド入ってここ12ローリング終わったなおめおらおらおらさらにここでもおらおらじゃほら <laughs> めちゃくちゃ地品どうめっちゃ強くないで頭ポン サイドローリング、後方ローリング。はい、避けて。はい、避けて。じゃ、これは、後方、後方、後方、一歩後ろ下がってジャンプ。エンドの中入り込み。押しめだ。危なすぎた。押しめだアルツのサイドでめ。フィニッシュ させていただきますいや、久しぶりの解説だから、もう一個喋りたくなったから、もう一戦ちょっと同じ戦術なんだけど、獅子舞やるわ。えー、っと、DLC のボスってさ、どれも本当に強いじゃん。で、特にだけど、前半ムーブはわかるんだけど、後半戦対処しにくい、えー、動きのボスっていっぱいいるじゃんか。えー、獅子舞もその一つだと思うんだけど、じゃあ獅子舞をどうやって綺麗に倒す方法があんのかと。どういう風に構築すると、 えー、後半戦にもね、戦いやすくできるのかっていうと、前半戦は、えっと、HP の削りよりも、体幹の削りを優先すんのよ。おい。はい。はい。ジャンプの R2 使っていく。あ、いいですね。はい。で、削りすぎないようにしてね。このぐらいにしといて、多分ここでね、嵐の刃とかでいい。で、 ここで多分いけるなジャンプの R2 わかるこういう感じでえー、っと相手の動きが読みにくい嫌なムーブが来る可能性があるところら辺で痛い <laughs> とこら辺でダウン地名が取れるようにすんのよこれ特殊なタイミングでローリングするとね雷は避けれるからねはいみんな覚えといて わかるこういう感じにすればさ、残り自利品じゃん。あいつが浮かび上がった瞬間にもうこれあいつ死亡確定みたいな感じじゃんか。ま、後方、後方、何度やっても同じさっていうことで、まあ、これでフィニッシュ。で、勝ちになるんだけど、こういう感じの立ち回りの構築の仕方っていうのも込みで、その武器の戦術だったりとかっていうのを、皆さんにはね、自分なりに合うものを、 まあ見つけてほしいなって感じ。そのうちの、まあ私が見つけたうちの、まあ答えの一つが、立ちと、この嵐の刃っていう組み合わせ。 えー、悪くねえんじゃないかなみたいな、そういう話だね。はい。まあ、これ以外にもね、えー、ガツキや貫通好きあたりもね、えー、結構タチを使ってるユーザーさんには好評だったみたいなんで、まあ、皆さんね、えー、それぞれ好きな戦技があ,あるかなというふうには思うんですが、個人的にはね、えー、嵐の刃は使いつつ、えっ、ー、と、体感値を狙うんであれば、まあ、ため攻撃もしくはジャンプ R2 だね。まあ、ジャンプ R2 が一番いいんじゃないかな。ため R2 ちょっとさすがにね、時間長いし、あのー、状態以上をね、えー、死体でもし戦う戦術うとして、 でまあ神秘もしくは地破性みたいなのをね採用しているんであれば溜め攻撃であるよりかはえ手数をねえ多少意識した方がダメージ効率は良くなるのかなっていう部分があるんでまあその武器の特性なんかもねえ合わせてえ自分なりにね最適な組み合わせっていうのを皆さん見つけていただけたらと思います私的には嵐の刃が一押しかなはいといったところで今回はこれにてお開きとさせていただきます次回の動画でまたお会いいたしましょうバイバイ